はい、皆さんこんばんは。結構前なんですけど、この午後の紅茶、午後ティーにレモンウォーターを入れるとなんと透明になってしまうっていう動画を見たことあるんですよ。で、これはすげえなと思って、ちょっと自分でもやってみようと思って、こういうふうに買ってきてやってみたのがこちらの動画です。よくよく考えてみたら、これにこれを混ぜたところで透明になるわけがないんですよね。ただのレモンティーになったっていう、そんなオチだったんですけど、なんであの昔見た動画は透明になったんだろうと思ってちょっと調べてみたら種が分かりました。なので今日はそれを再現したいと思います。はい、これが午後ティーですね。で、こちらにこのレモンウォーター入れていきます。どうなるでしょうか。なんと透明になりました。すげえ。はい、で、この種はですね、実はこちらを使っております。あのイソジン系の、まあ、うがい薬、これを入れて水で薄めて、だいたいこの濃さになるようにして、最後にこれはもうそのままレモンウォーター、まあ、レモン系の飲み物をこう入れるとなぜか透明になります。なんか化学反応が起きてるのがわかんないですけど、とにかくこんな風に透明になるんですね。なかなか面白いです。はい、というわけで午後ティーにレモンウォーターを混ぜると透明になるというネタの種はですね、こちらのうがい薬を薄めてレモンウォーターを混ぜてるっていうものでした。それじゃあまたね。バイバイ。